内閣総理大臣野田佳彦です。明日5月10日ついに小沢一郎さんの党員資格停止処分が解除になってしまいます。あ、いえ、なっちゃいます。あ、いえ、なります。その前日の本日5月9日にDVD を発売することができて本当に嬉しく思っております。明日から何が起きるか分かりませんから、今日こうして総理のうちに DVD が発売できたことを心から嬉しく思っております。小沢一郎です。北海道からやっておりました鈴木犬です。小沢義彦です。よろしくお願いします。田中真紀子の旦那です。田中真紀子でございます。はい、今田原総一郎さんやってます。谷垣貞勝です。石原慎太郎だよ。歌詞でございます。私はね、思いましたよ。会見、マスコミの皆さんもね、こんなにも聞きそうです。違いますよ。今日はちょっとお祝いに、まあそうですね、はい、はい、低チクチク、いやチクチクじゃないですよ、低チクです。低チク、はい、もしもし、いやもしもし関係ないですよ。大変なんですよ、あなたがね、もしっていうのをもしもしって間違えちゃって、デブ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 って何、誰のこと言ってるんですか。DVD、うん、DVD 全然違うじゃないですか、ね、ちゃんと喋ってください。ママ、うん、パパ、どうも田中真紀子でございます。田中真紀子、誰かなと思ったら、どうもマックもできるんでございますよ、私。はい、どうも、あ、こんにちはでございます。いやいや、すいません。私ですね、田中直樹のいいですか、田中真紀子でございます。はい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 、はい、またなんかとんでもない完成度が低いのが出てきましたね。一体何を手本に役作りしてるのかさっぱりわかりません。はい、ありがとうございます。本当にあなたを更迭したいですね、ニュースペーパーからね。いやいやいや、私はこのように生き残ってせっかく田中直樹雰囲気があったのに。すいません、すいません、小沢さん、小沢さん、無罪はいいんですけど髪がグレーじゃないですか。本当に無罪なんですか、小沢さん。見事無罪を勝ち取った。あ、小沢は一郎です。まあ、見事無罪って言いますが、しかしね、まだ納得しないんです、国民は。本当に何もないんですか。うん、私にやましいところは一点もない。ただ怪しいところは何点かある。皆さん、言っておきますけどね、石原新党につきましては一度白紙に戻します。いや、びっくりしましたね、本当に白紙なんですか。白紙だ、はい、ほら、いや、グレーじゃないですか。しかも小沢さんと同じじゃないですか。いや、小道具が余ってるっていう。いや、余ってるってか、そういうのはいいですから。あの、尖閣諸島でね、私オリンピックやるから、ね、いやいや、無理でしょ、あんな狭いところで。いいじゃない、あそこ水泳競技なんて持ってこいだよ。水泳しかできないと思いますよ。いや、飛び込みもできんだ。いや、岩場ですから、飛び込んだらそのままになっちゃうかもしれません。あそこね、カツオの一本釣りもできんだ。いや、それスポーツじゃないんですけど。とにかくね、はい、ニュースペーパーの DVD ね、 DVD 当たるよ、これ絶対当たる。あ、そうですか。吉住の天気予報が当たるんじゃないか。いやいや、すみません、どの程度当たるか予測できないんですけど。実は最後にザ・ニュースペーパーとして謝らなければいけないことがございます。実は我々ザ・ニュースペーパー、ずっと二股だったんです。本当です、3年半前から二股でした。というのは CD は低地区、 DVD はこともあろうかキング、ずっとそうだったんです。本当に未熟だったと思ってます。そんなことが許されるのかと、男として情けなく思っております。低地区の担当者の檜山さんは CD しか出してないのに、キングが DVD を出してるのにステージをいつも見に来てくれて、その愛の深さを理解してませんでした。そこでここで大人になり、 DVD も低地区から出すことにいたしました。これからは一筋でいきたいと思っておりますので、皆様どうぞ、今日2012年5月9日発売、定着から出ます、島津亜矢一本釣り、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。というわけでザ・ニュースペーパーの新しい DVD が
定築さんから出るわけですけど、もう何があるか分かりませんから、野田さんから橋本さんに着替えてみました。あ、本当です。早いね、本当に。当たり前でございます。ちょっと野田さんだとなんか事情があったりすると古くなるとね、またホームページの方にも迷惑かけてしまうんで、喋りやすいですね。私も小泉さん着替えてきます。あ、いやいやいや、というわけで、2012年5月9日ついに発売になりました、定築さんからですよ皆さん。ザ・ニュースペーパーのライブ2011、これを見れば2011年何が起きてるかすぐに分かります。分かる分かる。そういう意味でこれからね、毎年出していただけたらもう歴史の勉強にもなるから、うん、決めた、毎年出そう、出そう、あんたら経験ないですからというわけでぜひね、DVD をできれば買ってみていただきたい、はい、お願いします。どうぞよろしくお願いします。お願いします。